素晴らしいパフォーマンスを見せていきたいと思います。
ず簡単にスラックラインの説明をしたいと思います。現在こちら幅なんと5センチ、まず歩くことから体験された方は分かると思いますが、非常に難しいスポーツです。ダッシュフッティからフットブラントというトリック、そしてダブルにドロップ、さあ美しいハックル。さあライトに座って両足を伸ばすダブルフットブラント、さあそこからさあターンに下がったハッシュ。
コンビネーション。最後のショーなんで一緒に楽しんでいきましょう。レッドブルエアレス。